調子出てきたな。I'll take your life. やんのかこの野郎。ぶちかます。相手してあげる。もっと。調子が出てきたな。全力で行くよ。覚悟。みんな頑張って。ちょっと休憩。ありがとうよ。ありがとう。行くぜ行くぜ。もらった。どぎついの行くぜ。吸収が早いのよね。よし。
だな。うまく取れたぜ。さあ、行きますか。ぶちかま。俺もやれたね。やっほー。よし。やるのかい。えでやー。よし、俺の番だな。一緒にやる。ほら勝負しろよ。いい調子だぜ。よし、上昇上昇。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。また成長しちゃった。行くぜ。これで仲間になってくれよ。見せてやるよ。よろしくお願いするぜ。気合い入れていこうぜ。おう、What are you staring at? Get out of my car! さあ、行きますか。ガンガン行くぜ。俺もやれるぜ。ほら、ほら。よし、よし、一緒にやろう。さあ行くか。ぶちかます。私も、私の出番ね。いい調子だぜ。よし、降ってきやがった、うん、Run on home to mama. さあ、行きますか。ガンガン行くぜ。くらいな。私の出番ね。俺の番だな。行くか。Let's go. いつでもどうぞ。一緒にやる。やっ、よし、よし、やっちまうか。やっ、えっと、でしょ。この調子ここまで勝負やるよ。これが俺の真骨頂よ。元気だったのに。
お笑ってやっと上がったね。いただきます。いただきます。ハワイでうまい料理いろいろ食ってきたけど、こういうとこでうどん食べるとなんか安心するね。なんつうか家に帰ってきた安心感みたいな。まあ言いたいことはわかるけど、そこにある寿司じゃダメなのか？日本の代表料理だろ。それカリフォルニアロールだろ。ダメとは言わねえけど、カリフォルニアロール食って自分の家に帰ってきた感覚にはならねえな。だな。どっちかっていうと転校生のうちに遊びに行った感覚に近い。なんじゃそりゃ。よくわからん例えだな。トミーも外国行った先で馴染んだ料理食べたらわかるかもよ、そういう感覚。まあ海外とかで食べ慣れた味にあったら確かにちょっと安心するのかもな。おうよ、今度トミーが日本に来ることがあったらめっちゃうまいきつねうどん食える店に連れてってやるぜ。お富澤からしたらそこはハワイ料理なんじゃねえのか。ごちそうさま。 Thank you very much。How's it, my man? Hey, where you headed? Roger that. We'll be there in a hot minute. これだな。うまく取れたぜ。開けてみるか。やったぜ。張り切っていこう。